はい、皆さんこんばんは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。日本女性を元気にする会、はい、2020年最後のライブ配信となりました。まあ本当にね、あっという間です。七夕の7月7日からスタートしまして、本当に素敵な素敵なねゲストに毎週金曜日、まあ約、18名、今日は18名の方が今まで参加していただいたんですけども、まあ今日ね、そんな中で、今日のゲストの方はですね、2回目の登場ですね。もう本当にね、たくさん素敵な方が出ていただいたんですけども、ちょっとリクエストがありまして、まあ面白いんですよ。あさこさんって言うんですけどね、もうなんかね、役者してるんかなと思うぐらいのすっごいメッセージを発してるんですけど、なんか役者ぶりにですね、話をしていただいて、まあ僕もちょっとハマってるわけでございます。で、まあ今もちょっと打ち合わせ少ししたんですけどね、やっぱりこの皆さんどうでしょう、2020年はコロナに始まりコロナに終わるって言いますけどね、まあ、でもそのおかげでって言ったらですけど、ライフスタイルというのがすごくそのこう価値観というものがガッとこう変わりましたよね。でそんな中でですね、僕はこの朝子さんともね、実はね、朝子さんそういや会ってないよねって、一回も会ったことないんですよ。一回も会ったことないんだけども、なんかもう身内みたいな感じになってしまって、朝子さんは神奈川県、僕は和歌山県、朝子さんはですね、福色コンサルタントというちょっと聞いたことないと思います。服の色だけではないんですけど、いろんなその色とですね、顔の輪郭とか、それからメイクの仕事も、メイクも知ってるんですね。だからすごくそういう部分ではトータルに人をいろいろとですね見ていただいて、その人がその人らしく生きていくためにどういうふうに自分の服を選んでいったらいいかとか、どういうメイクをしていったらいいかっていうね、まあ、本当にね、共感するところが非常に多い方なんで、今日の話の中では非常にですね、僕もね楽しみにしてるんで、ぜひ皆さん質問とお願いします。それではもう早速ですけども、あさこさん待ってくれてますからもうそこでもうはいって言ってくれてますからね、参加していきましょう。それでは今日のゲスト、あさこさん登場です。こんばんはありがとうございます。久しぶりというか2回目の、ね、登場でございまして、ですね、今日でも初めて見られる方もいらっしゃると思いますので、ぜひね、ちょっと簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ご覧の皆様こんばんは。はじめまして、私スパークルカラーの石井朝子と申します。肩書きは福色コンサルタントというふうに名乗っておりますが、皆様最近で、ね、流行りのご存知かもしれません、パーソナルカラーと骨格スタイル分析、そして顔タイプ診断にコーチングを合わせた形で、その方のですね、ちょっと人生の変わる服の選び方というのをお伝えをしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしますということで、めっちゃ興味がありますということでね、いっちゃん、朝子さん待ってましたということで、はい自分が合う色と好きな色って必ずしも同じはないんですかということでね、はい、1回目の放送の時もそういうお話もありましたよね。もう早速コメントがありましたんで、はい、やりましょうか、じゃんじゃんいきましょうか。今日はもうコメントをいただいた方にどん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 優先的にね、はい、していくと、それから、今まで出ていただいた方のゲストの方でももし見ていただいたら一緒に参加できるようにですね、これからちょっとリンクしておきますんで、僕貼っていきますんでね、要はここに登場してもらえるようにしておきます。はい、じゃあちょっとあさこさん、その、せっかくなんでこのお答えをお願いします。はい、ね、自分が、はじめまして、えつこさんですね。はい、えつこさん、はじめまして、ありがとうございます。好きな色とですね、似合う色が違うのかというのはですね、厳密に言うと、違う方の方が多いです。うん。でですね、実はその、自分に合う色ってね、どんな色なのかって、いろんな見方があるんですけれども、私が伝えている、合う、似合う色というのはですね、その方の内面の魅力が一番外見にバッと出る色のことを似合う色というふうに言っております。ですから、鏡と、服の色があって、そしてもう一つですね、自分自身をまっすぐに見つめる目というのがないと、実は似合う色ってわからないんですね。で、好きな色っていうのはですね、実はもうちょっと簡単に見つけられて、心理的なものですとか、まあ、自分の好みと、ね、いうことで選んでるわけなので、色そのものだけを見て選び取るのが好きな色で、自分が合う色というのは色があって、ご自分のお顔があって、その2つがこうなんていうか
お互いを引き立て合う色になりますので、必ずしも同じということではなく、どちらかというと同じでない人の方が多いのではないかなというふうに思います。答えになりますでしょうか。どうでしょうかね。はい、もう前回もねこのお話をさせていただきましたけどね、本当にね、まあメイクもそうですよね。自分が似合うメイクと、どうでしょうかって、好きなメイクはどうやろうっていうね話があると思うんですけども、えっちゃんどうですか、わかりました、大丈夫ですか。はい、ということで他にもねコメントあればどうぞやってくださいよ、じゃんじゃんやっていただいてもういいんですけど、今日もしかしたら延長するかもわからんなって今も話してたんです。だんだんね、ザラザラしてくるんですよ。そう。もうね、だから忘年会のノリでいいんかなと思って、僕もちょっとこう飲みたい感じになってきてるぐらいですけどね。でも今日ちょっと隣でね、今日、まあちょっと話飛びますけどね、うちのサロンの隣がですね、半年ぐらいちょっとこう移転でね、空いてたんですよ。ガラガラ、まあ、要はテナントがね、でそのテナントにね、カフェが来たらええなってね、うちのねかみさんと一緒にずっと半年ほど祈ってたらね、カフェが来て、これまたね春エスプレッソスタンドっていう本格的なコーヒー、おいしいカフェ、あよかった、でもそうそう、まだ1週間ほど前なんですよ、だけどもうねちょっとこうほらね、ライブ配信する前にいっぱい飲んでみたいな、こういうことができるって、うちのお客さんも全部そっちが綺麗になってから行けるっていうね、本当にね良かったです。飲食店もねそうだけど、ラーメン屋とかさ焼肉屋とか来られるとなんかイメージが違うじゃないですか、こっちもね。だからカフェが来て良かったという、まあ手前味噌だけどそういうことがあったということでございます。はい。熊田先生のそのお話ね。はい、ね、ちょっとした小話小話、何でもやってください今日。小話だなっていう感じなんですよね。本当にねついてくるってそういうことなんですよね。私の家の隣もまあカフェができて、ね、ララポートができた、海老名に。3年前に。私が海老名に帰ってくる1年前にララポートができた。そう、全部偶然なんですよ。池端先生のお家の隣カフェができたのも、私のサロンの本当に一つ駅のね、隣の駅にララポートができたのも、全部偶然なんだけど、見てみると、偶然じゃないっていう。これが運が良くなってきたなーって感じの、あれですね、感覚ですね。そう。いや本当そうですね、僕はもうずっと強運の持ち主ってずっと自分で言ってるんだけど、ほんまに運ついてるなと思ってね。コロナに始まりコロナに終わるとは皆さん言ってますけど、僕はコロナの全くコロナ関係なく、今年はね、旅に始まり旅に終わる、それから出版準備に始まり出版に終わるみたいなね、なんかこうコロナもちろんその気をつけてるんだけど、そういうところにこう自分のこう、まあ、雅子さんもそうやね、なんかこう自分の意識をそっちにこうできるだけ引っ張られないように、パラレルワールドってよく言うけど、いろんな世界がある、あると思ってるんですね、僕もね。だからそんな感じでこう、今年はですね、雅子さんと一緒にこう話しても分かってるんだけど、大体もう一緒でしょ価値観 ね。やっぱりね、コロナって本当にね、怖いですよ、でね、やっぱりそのただなんていうのかな、そこに難しいけど意義をね見出すとするんだったら、新しいね、自分の生き方っていうのを、公にみんなで考えていいよっていう時期だったと思ってるんですね。なんか、コロナの前ってみんなお仕事も忙しくて、会社に来て、お家に帰ってきてもうクタクタで、で、まあ、ね、それでご家庭の主婦をされてる方とかご飯とか作ってもね、みんなの世話してパターンで寝ちゃうっていうのが、ずっと家にいなきゃいけない期間があって、要は、それまで当たり前に使っていた時間の使い方ができなくなって。でも、逆に言うと、みんな一斉に自分の生き方を見直すチャンスを与えられたようなね、時間でもあったんじゃないかなって思っていて。で、そういうことを話し合うことについて、なんていうかな、こう、しらけた雰囲気が、ちょっとね、なかった気がする。やっぱりね、こうやって日に日にコロナの人数、感染者数も増えていって、ね、闘病されている方、医療関係者の方、お亡くなり方、本当に思いがね、本当にいろいろあります。ただその中でやっぱりこう、生きるっていうね、ことと、こんなにこう、日本のね、僕は世界の人もそうだと思うけど、向き合ったことってないんじゃないかなって思っていて、で、まあ、たまたま私のね、ちょっと自分のブログの話で恐縮なんですけど、
私のブログは、数年前からタイトルが、あなたを生きるにつながる服選びっていうことでね、させていただいてるんですけど、本当にこう、この1年間で周りの方、出会わせていただいた方、みんながね、こう、自分を生きるってなんだろうっていうことをね、すごいこう、なんていうのかな、まっすぐに向き合ったというか、つけられたじゃないかなっていうのをこうね、見てて思うんですよね。で、まさに池端先生もそうだし、私自身もそうありたいと思うんだけど、自分を生きようよっていう人たちの声がね、すごいたくさんの人に、なんていうかこう、届く機会をいただいたっていうのが、なんかこの、今のこのコロナというね、大変な状況の中での、見出すことが少しでも、ね、できる光の部分なのかななんていうふうにちょっと思ってはいるんですよね。そうですよね。はい。いや、本当に、まあ、僕もこんな性格だからね、こういう公共の場でこう軽々しいことを言ってしまうと、今も言ったけど命なくされた方、医療関係の方もちろんいらっしゃるのは重々分かった上で、だけどそこのマスコミの報道にそこにばっかりずっと四六時中ね、そういう思いを自分の人生の中に、ミックスされた 80% もそういう思いがずっと日々続いてたら病気になるよ、普通の人でも、だからやっぱりそういうことは健全な自分のしたいことをまず最優先に朝起きたらメイクするっていうのもそうですよ。だからメイクするときにときめきしながらやって、今日は誰と会うかなって、コロナで会えへんなと、会えへんからメイクせんでいいわっていう気持ちになるのか、いやオンラインでもしかしたら誰と出会うかわからんからきちっと朝からしておこうというその選択肢を持ってやるのかによってやっぱり違ってくるね、エネルギーがね。だそういう部分はやっぱりそういう選択肢っていうのは自分で自分の人生を見直す時期であったというふうに今年は思ってて、僕は旅をしてたんかって言われるそうなんですよ。まあ旅に始まり旅に終わるって言われたらすごく、こんなコロナの時旅出してたんって言われるけども、実は人がいていない旅の仕方っていうのがこのコロナの中にも実際あったわけですよね。県内に、県内の旅はやってくださいっていうところもあったから、県内でやったもいいわけだから、だからみんなそれが旅は絶対ダメって言われてしまうと、それでも選択肢はなくなったけどね。あれですよ、池松先生 の、 インスタ見ればわかるけど、わかるでしょ、海で風ブワーッとシーンとフォローをブワーッとか火つけたね、さまじか映ってない。そう、そうなん、基本的に人がいてないそこに行けばコロナは心配ないんだっていうね、感覚で僕らは言ってたわけですよ。はい、まあごめんなさいね。今日は ゲストの朝子さん2回目だからさ、普段はこんなに喋れへんのよ、僕はずっと聞くばっかり徹するんだけどね、今日はもうそんな流れで、はい、申し訳ない、ちょっとコメントまで忘れてました、すいません。来年1月の診断を心待ちしてます。いやもうね、ありがとうございます。サンタさん、私も楽しみにしてます。ね、コロナの、ね、間のゴールデンウィーク中に私は4日間連続でインスタライブをさせていただいて、で、まあ、パーソナルカラーっていうものをね、中心に診断をしていくので、その4シーズンっていう、ね、色を4つに分けた分類をした中で、まあ、どの色の、ね、グループが似合うかっていうことを、まあ、メインの診断としてしてるんですけど、それぞれの、ね、シーズンごとのお話というのをね、ゴールデンウィーク4日連続でやったんですね。で、それを本当にありがたいことに、たくさんの方がご覧くださって、それをきっかけに、診断の、ね、予約がね、50人かな、入った。ありがたい、本当にありがたい。で、もともとね、ちょっと今年はもうコロナもあるし、まあ、いろんなこともちょっと考えるところがあったので、週にね、お一人ずつしか診断をしませんというふうに決めておりまして、だから非常にこう、ちちとしたこうスピードで、診断をね、させていただいてきてたんですけど、今のね、佐原さんもやっと、順番が来た。本当に私もお会いできるのが楽しみだし、もうやっとやっとって感じなんですよね。まあ、僕もね、こうやってゲストに出ていただいてるからこうベンチャラで言うのも何でもないんですけどね、やっぱりこうやって2回目もオファーさせてもらうっていうのは、やっぱり僕もある程度56年生きてきてるわけで、まあね、朝子さんの方がまだ若いわね、もちろん若い、今42、僕56だからね、人生の先輩としては僕なんだけど、もう魂の先輩っていう感覚を持ってるんですよね、朝子さんの場合ね。で恐れ入る、恐れ入る、まあ、いや、土下座ができて、いや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 、本当にね、やっぱりね、
こう日本の男性の方はね、昔のその封建時代とかなんかあるんじゃない、その男はこうあるべきって、そういうちょっと昔の堅苦しいこの考え方ちょっと置いといて、今はね僕ね女性に甘えたらいいと思うんです、ある意味ね、ある意味そう甘えないと素直に入ってこないんですね、女性の持ってる考え方っていうのがね。でそれは僕がこの仕事をしながらよく分かるようになってきて、女性はすごく寛大だし、ある意味その、あのきちっとあの人を立てるっていう力ももちろん持ってるし、まあ、朝子さんのそのインスタライブなんか見てるとですね、なんか涙出てくるようなね、人に対する 愛のメッセージがたくさんある。でしかもそこにね、役者ぶりのねトークで自分をストレートに見せる、飾らない、このね感覚の人ってあんまりないんですよね。まあわかります、あの多分あのね、今ね見てるね、あのこれ見てくださってる、あの普段インスタライブもね見てくれてる方たちが多分今これを見てくださって、あそこさん、あの話とあの話はここでしちゃダメですよ、しちゃダメですよって多分すごい思ってると思うから、だからその今コンパスをすごい受けて、その話はやめておこうか、あの話もやめておこうかみたいなことを思ってますね、いやいや、あでもそれはね、あの そういうファンがいっぱいいらっしゃるからね、多分分かると思うんですよ。だからそういう部分ではね、今日もさっきちょっと話してた、あさこさんのその何を伝えてるとか何を仕事にしてるかというよりか、そのあさこさん自身の、僕これからこれあさこさんだけじゃないと思うんやけどね、あのどういう人柄の人に何を教えてもらうかっていう時代が来てるような気がする、そんな話しましたよね、これなんかインスタかなんかね、うんうんうん、バーってちょっとあの私告知どうなってたかなと思って、今のねインスタ開いたらあれと思って、コケしか出てないと思ってコケってあの皆さんあれでしたもん、石についてるコケ、あれと思って見たら今度キャンプファイヤーカンピューで海は全然何も仕事の話されてないで、あれと、でもなんか最近ね自分自身のインスタグラムもなんか海鮮丼と海となんか全然服のこと書いてないんですよ。で私たち何だろうと思って、これ全然宣伝がないんですよね、要素に。あのでただこれちょっと言おうと思ったんです、あのさっきの、ね、お話はしなかったんですけど、あのやっぱりねこれからの時代というか、まあ、今までもそうだったのかもしれないんだけど、何かねそのコンテンツを教えてあげる、でこれをやったら幸せになりますよ、さあどうぞっていう時代ではね、ちょっともしかしたらもう ないんじゃないかなってなんか予想を立てていて、どこの業種、どんなジャンルでおいても、まずそれを伝える人自身が、バッてこう輝くっていうか、バッてこうなんかこう、生きてるっていう感じを出すと。それを見てる人たちが、なんかその、生きてるっていうエネルギーが、ご一緒にみたいな感じで、ちょっと皆さん、ね。やった始まってきたはいって感じで、こう一緒に行こうって感じに、なんか乗るっていうね。うん、でなんかどっちかっていうと、この人は何をしてる人なんだろう、こんな楽しそうなんだけどっていうね感じで、逆算的にそのサービスを知りに来てくれるとか、なんかそういう感じになってくんじゃないかな。私だったら、あの例えばそのね、本来であれば皆様服には、似合う似合わないで4つの要素があるんですよ、色、形、素材、テイスト、皆様ご存知ですかとかっていうふうに話を始めた方が本当はいいのかもしれないんだけど、でも、ね、そういう話でもうね、あのいっぱいしてるんですよ、みんな。そうするとね、もうなんか逆にね、伝わらない、伝えたい人ね。ちゃんとできます、そういう話もできますよ。できるんだけど、この間したしね、あのこちらで。そうそうそう、うん、だから、やっぱりね、これからは、あのやっぱり真似のね、時代だと思っていて、あの、丸々した方がいいですよとか、いくらでも書いてありますよ、インターネット見るとね。こう生きると幸せになります。あのべきという考え方を捨てたらいい。それもね、べきなんですよ。べきという考え方を捨てるべきっていう新しいべきじゃないかみたいなね。よく見ると。なんだけど、べきを捨てたらこうなったみたいな感じで、じゃんってやってると、それを見ていいなと思えば、私もそれやろうって。だからね、言葉にね、することっていうのは、どっちかっていうともうね、自分自身の体験だけでいいし、じゃないとね、伝わらないんじゃないかっていうふうに、私は最近すごく思ってるんですね。うん、ですよね。だからなんかあのその家のことね、子育てのこととかもいろんなことも全部ひっくるめてその仕事をやってるということの、まあ女性の場合ね、その仕事だけではないからね、やっぱりいろんな、
主婦って言っても男の人をね子育てしたりさ、ね、息子を子育てしたり男の人ももうなんか育ててるような感覚じゃないだからまあそういう部分ではあどうぞどうぞ、はい、そうそうでねやっぱりねさっきねまさにあの池端先生がそのコシコも女性に甘えたい、ね、女性は優しくて受容力があるっていうことをおっしゃってから、ね、本当にそれはね本当だと私思ってるんですよ。タイプはね違うんだけどね全員の方が本当に優しくてで実はその優しさと、ね、人を信じる力ですよね。人の可能性を、ね、信じる力っていうのはね全員持ってるんです。だけどちょっとこれは本業のね話と絡まってしまうんだけれども、まあ、私がそれをね伝えたくて一生懸命やってるのはそこにあるんですけど、服の色がね似合っていないと優しいのはね顔に出ない。うん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 、ちょっと前髪が変ですねこれ。あいいですよそんなところで一応チェックしてる髪型がなんかいまいちだとみんな集中できなくなっちゃう。一回ちょっと整えましたね。はい、はい、でもう一回やりますここからね。それでも、ね、これは本当の話でですね、似合っている色ってね私どうだっていいんですよ正直。ファッションなんか何着たっていいんですよ、自分が生き生きできれば。なんだけどどうして服色コンサルタントって名乗ってるかっていうと、まさにその池端先生がおっしゃったね、その人は優しく、女の人は優しくて、重力があるって聞いたときに痛いってなる人が結構いるんです。え、私別に優しくないし私全然重力とかないしなんか女っていうことでそんな風にまとめないでくださいますって思ってる人がねいるかもしれない。だけどそれってなんていうのかな、こう痛みの裏返しなんですよね。私は優しくない。でもねちょっとちゃんと話戻ってくるんですけどちょっと遠回りしますけど、私は優しくないって思っている人ほど優しい人はいないんです。本当に優しくない人は、私は優しくないなんて思わないから。っていうことをね、よく、ブログとかに書いたりね、お伝えとかしてたりしてるんですけど、そうそうそう。でね、それが、人に分かってもらうんじゃなくて、まず自分で分かるっていうのが、服の色の効果なんですよ。自分は優しい人間で、人を受容する力があって、で、そして人を信じる力があるっていうことがね、ちゃんと鏡の中の自分の目と目があったときに、わってわかる。それが似合う色の効果なので、なんか、もしね、時代がこれからその男の人の戦闘の時代から、まあ、風の時代なんて、ちょっと聞きかじりだけどね、22日から風の時代になるんですよね。そうそうそう。なんか、よく言ってますね、風の時代とかね。そこの詳しいことはわかんないけど、まあ、ないけど、その女性とか男性とか、あんまりそういう感覚なくなってくんじゃないかなっていうふうな気がしてて、ね。で、まあ、だから男性もそうなんだけど。その時にやっぱりね、色ってすごい大事で、最終的にはもう何の色着たって良くなるって思ってるんですけど、スタートラインでね、その痛みをもう早く捨ててもらいたいって思いは、それ捨てるべきじゃなくて、私の欲望としてね。で、ね、それ捨てるとね、もうね、なんていうかな、本当にね、自分も生きるっていうことがね、すごい楽にね、できるようになる。うん。ですよね。なんか、うまく、ちょっとね、言えない感じもするんだけど、本当にね、で、それで副作用として、すごい美人になるんですよ。うん、男性はすごい、ハンサムになるしね。うん、うん。なんかね、まさにこれからのね、時代に、なんていうかな、それぞれの人たちが持って生まれた、魂でね、さっきね、ちょっと池端先生おっしゃってくださったけど、魂が根性でね、何をなすべきかっていうところを、なんていうかな、こう、体現していく時代にもこれから入るからね、うん。その時にやっぱりこう、鏡っていうものはね、いつでも自分と向き合えて、自分を確かめられる場所なんですよ、唯一。うんうん、その時にやっぱね、似合う色っていうのを知っておくことによって、自分の本当の顔、本当の自分の力を鏡で確認できるってなって、もう絶対強みになると思うんで、みんなに知ってもらいたいなってね、すごい思うんですよね。はい、ねえ、いや、いや、やっぱり浅子さん節が炸裂すると、もうずっと聞いてた、もう僕、チャチャイリアンとこともね、ずっと聞いてたんだけどね、本当に。もう、たくさんね、先ほどのね、分かりましたっていう答えがありました。なるほど、よく分かりましたということでね、はい、ありがとうございますということでした。ぜひね、えつこさんね、ご近所でもいいから、パーソナルカラー診断っていうのをやってるところいっぱいあります。
そこに行って診断をしてもらうと似合う色がわかります。ただ一つだけ言いたいのはですね、診断士の先生に診断をしてもらおうと思うと、永遠に自分の似合う色ってわかりません。診断士の先生に診断してもらわなくて、どうやってパーソナルカラー診断なのっていうふうに思うかもしれないんだけど、ご自分でご自分の顔を、鏡の中の顔をよく見てください。絶対目と目を反らさないこと。で、目と目を反らしちゃう、見てらんないなっていう色っていうのは似合わない色です。見てた時にパチンと目があって、ずーっと見ていられるっていう色が、悦子さんの本当に似合う色なので、あんまりね、先生はね、いろんな本当ピンキリでいろんな先生がおられて、正しい診断っていうのをしてくれる人としてくれない人がいて、正しい診断をしてくれない先生に、ね、ついちゃうと、もうジプシーになっちゃうね。診断ジプシーになっちゃう。そうならないために、自分で自分の顔を見る。じゃあ何のために診断に行くかっていうと、布を借りる気持ちで、色のね、比較の布を借りるつもりで診断に行っていただくと、ご自分でもパーソナル鑑定なのでね、エニアムが見つけられるんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。すいません。長くなって。いいですね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 。はい。今度は佐藤さん、こんばんは。朝子さんの診断は自分の人生生きたい方におすすめです。ハートマーク。皆さん、ラブ。ラブ。ラブってます。ラブ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 。ね、すごいこの方もね、すごいいいタイミング、コロナでね、もうちょっと危なくなる、もう外出が自粛になる直前、一番最後の診断の方だったのかな。うん、ね、本当にやっぱりね、クライアントさんとの対話を通じて、結局ね、自分自身がやっぱり、ものすごい気づかされるっていうかね、なんか循環させていただく、その、体験とか経験とか学びを、なんかそれをね、非常に印象付けてくれたクライアント様ですね。いいですね。いや、うちのクライアントもね、なんか全員バーってね、並べたもう美女図鑑、朝子美女図鑑なんで、私が言った人なんだから、朝子美女図鑑。この間マスクの感じで言ったんですけど、作家さんが、朝子さん着画で来る人全員女優さんですか、いいえでも誰しも女優ですとか言っちゃってね、綺麗なんですよ。ありがとうございます、ティエさん、嬉しい。いや僕もちょっとお会いしたことないけど、またお会いする機会があればぜひぜひ、はい、あさこさん、今ちょっと先にブログのちょっとご紹介を、これ右 QR コードしておきましたんで、ちょっと、はい、ありがとうございます、はい、こちらのですね、ブログを、スマホをかざしていただくと、私のアメーバブログが、出てまいります。そちらの方にですね、服の選び方のアドバイスであったり、あとは先ほどからお話ししている私自身の生き方についての考え方ですとか、そういったものをね、ちょこちょこと載せております。あとおすすめがですね、毎月第1月曜日に、女性向けで申し訳ないんですが、ユニクロの商品をパーソナルカラー別で、私が店舗に行ってですね、おすすめを必ず書くのをね、毎月第1月曜日にアップしております。ですので、パーソナルカラーは分かったんだけれども、実際にどの色がそのパーソナルカラーか分からないという方はですね、ぜひこちらのブログを見ていただいて、ユニクロに行っていただくと、手軽にね、パーソナルカラーを役に立たせていただくことができるかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。必死に宣伝していただいている間に、僕必死にコメント見に行ってました、はい、いやでもね、本当にどうですか、7月7日にあれして、朝子さん何回目だったかな、9月だったよね、前回登場していただいたのがね、9月の4日ですわね、うんうんうん、で、9月の4日に登場していただいて、僕もまだお会いしたことがなくて、で一回まあ僕のメイクの講座を、個別の講座をオンラインで受けていただいて、まあ、その時の感想を言っていただいた時のどの動画の感想文、メッセージ、これ自体がもう自分としても感動したんですよ。これね、まあ、朝子さんは多分いろんなクライアントさん見てると分かると思うんですけど、僕ね、応援できる人っていうのはすごくね、成功する人やと思ってるんですね。人の応援をするというのが非常に長けてる、まあ、朝子さんはそうやと思うんですね。まあ、僕らでもそう、やっぱりどんなコメントが欲しいかとか、やっぱり感想欲しいってやっぱ思いますよね、なんかこういう仕事してると。そうするとなんと素敵な感想をいただける方やなって思うとですね、その人をまた応援したくなるし、でその感想を
していただける人っていうのはね、応援する力がすごくあると思ってるんですよ。だからお互いにこう相乗効果で上がっていくようなね、そういう、まあ、よくあのセミナーの受講生講師と受講生っていうそういう立場があると思うんだけど、僕はもう上下はないと思ってるんですね。いつも受けたら、先生をやっぱりリスペクトしてきちっと感想を述べるとかね、それすごく大事だと思うんですけど、どうですか、そんな思いません、あそこさん。思いますね。あのね、私、あのまずね、池松先生の、ね、講座はね、でもお世辞じゃなかったんですよ。あ、そうなんですか。あの、ちなみにお世辞を言うともう仕事にならないので、よく皆さん、またあさこさんたらみたいんですけど、あのお世辞は言いません。あ、ちなみに似合ってない服着たとき、めっちゃ顔が怖くなると思います。ああ、脱いだ方がいいですね。それ、あさこさんが着ろって言った服みたいなね。もっと見えました、すみません、みたいなね、ことよくある。それぐらいお世辞はない人です。そうなので、まあ、それはいいんだけど、池松先生のね、メイク講座はね、もう多分、タイムリーにね、インスタライブをね、見てくださった方が結構今ご覧いただいてるんじゃないかと思うんだけど、本当にミラクルで、なんだこっちの前だな、左眉のこのね、上をね、どうしていいか分かんなかったんですよね。で、その時に、池松先生に、今は剃らなくてもいいけど、そこが本当はちょっとなくなるとって言われたから、あ、剃りますよってビッて剃ったんですよ。これも、えって感じね。ちょっといけませんって緊張されてるのが分かったんだけど、だってそれお金も払ってるし、こんなね、先生をね、もうせっかくね、オンラインでやってるんで、やるわビッて入れようとして。その後がすごい、全くメイクその時そんなにできなかったの。その、私がペンシルを持つじゃないですか。そのペンシルを、池端先生が、あそこさん、そこそこからこのまま、なんか、これくらいグッて引いて、はい、そこで戻すって言われて、はい、そこで戻す。そしたら、すごいかっこいい眉ができたわけですよ。オンラインで不器用な人の眉を描かせるって、これすごいことなんですよね。まあ、さすが。役者ぶりのそのね、褒め言葉ありがとうございます。懐かしすぎて僕、そうだった、そこそこやりすぎたあかんでって緊張するもんね、こっちもね。ね、そうそう、だからそれはね、池松先生の緊張感もちゃんといただきつつ、でもやっぱこれがプロだなと思ったら、その一瞬で見切る。まあね、手前の時、私も服がどこが悪いのかっていうのを一応一瞬で見切って、こうしたらいいですっていうね、ことが一応仕事ですけど、まさにそれを、どうしていいか、この分からなかった長年の眉毛。あの時に池松先生に切り落としてもらってないけど、私は自分で切り落としてるけど、言われて切り落としたっていう、それを、がベースにあるから、すごいやっぱその後のメイクは楽になったんですよね。くしくもそれを受けさせていただいてから、私ね、自分で今ね、メイクの資格の講座を取りに行ってるんだけど、あれやっぱね、初めに池松先生のメイクの講座をね、ちょっと短時間受けさせていただいたことが、本当に良かったし、その時に多分述べたメイクなんです、話なんだけど、メイクって私なんか盛るためにするっていうふうにそれまで思っていて、なんだろうな、だからなきゃない方が素なんじゃないかっていうふうに思っていて、うん、だから私は素に近い状態が常に好きなんですよね。だからなんかそのメイクをしたかうよりもノーメイクの方がより素に近いから、私は素が好きですっていう気持ちでいたんだけど、池端先生のメイクっていうのは、モルメイクでは決してなくて、素を濃くするメイクなんですよね。だから内面をグリッとこう顔に自分で私はこういう人間だどうだっていう、可愛くなったね、綺麗になったねとか、あ、なんかすごいいいとか言われたいんじゃない。こういう生き方をしていくんですって。これ鬼瓦だけど、こういうなんかその内面を顔に乗せるっていう、でよりその人らしくなるためのメイクっていうのがね、根っこにあるっていうのを、その体験で感じたんですね。これはすごいメイクだなと思って、で多分そんな感想を述べさせていただいたような気がしますけど。いや、だからね、いつもそう、今みたいにね、鬼瓦とかってやってるけど、これね、皆さんね、ご覧の皆さん、多分分かると思うけど、こういうね、受講した時の感想をここまでね、具体的に、しかも分かりやすく、そしてインパクトのある表現をできる人って、これ天才やと思うんですよ。だから、あさこさんのね、しかもそこにですよ、役者ぶりで、ね、強弱つけて表現できる力って、これはね、福色コンサルタントという、そういう仕事以上の何かできるんちゃうかなって。いや、でもね、今ね、ゾクッとしたんです、ゾッとじゃない、ゾクッとしたんですけど、うん、10月31日生まれなんですよ。ほうほうほう。天才なんですよ。天才今思ったんです。今生まれて初めて思ったんですよ。もうすごくないですか、こう生まれながらの天才。
へえ。いや細いね。ほんまに天才やね。すごいわ。これやっぱ、まあ、誕生日に感謝せなあかんですね。あかんね。ちょっとみんな笑ってますよ、笑ってます、笑ってます。佐藤さん泣いてる、泣き笑い。お前な、お前な、天才や私。あ、ちょっと待ってね、飛ばして、はい、こちら。あー、みちおさんだ。もうね、みちおさんもまたいい女なんだ。これあのよなんか、ね、いい女っていうとなんかあんまり良くない。でもいい女なんだよな、ほんと。あのもうね、なんかね、多分私多分篠山騎士になりたい気分だよね、気分的に。もう取る技術が次欲しい。皆さんのその美しさを、そしてそれを読む権利が欲しい。私ね、あのすごい、あれでも読みましょう。あ、私読んでみたいよ。朝子さん、朝子さん、これそうそうそう、今ルンルンしてます。これ診断を受けてですよね。毎日洋服で気持ち整ってって。うん、書いていただいてるけど、これカメラマンしたらどうですか。そのこうやって言っていただいてる人の撮ってあげたら。そうですよ。だけどね、もうね、ちょっと診断して服をしっかり選べるようになってもらうためでもいっぱいいっぱい。あ、いっぱいいっぱい。いや、本当はね、やりたいこともあるんですよ。なんかそれこそね、メイクのことだともうちょっと細かくやりたいんだけど、やっぱりね、あのお伝えしたね、知識をお伝えした気になって終わりたくないんですよ、私。うん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 、で、お客様にも、なんかあの、診断受けて楽しかったけど、なんかよくわかんなくなっちゃったっていうふうに、その一瞬で消える魔法に絶対したくない。うんうんうん、自分でその魔法を使えるようにするまで許さんから、怖い。うん、許さない。じゃあ、そういう部分ではね、ちょっとね、共通して言われることあって、朝子さんね、僕もそう思っててね、うん、メイクを教えても、その場限りで自己流に戻ってしまう人が非常に多いんですよ。20年ずっとやってたと思ってるんだけど。だけど、なぜ成果を出せる人と成果を出せない人がいてるかっていうことを見てるとね、やっぱりその習慣化していくまでに努力が必要やってことですよね。だからもし今朝子さんがその服を選んでいただいたクライアントの人の写真を撮れなかったら、クライアントさんに毎日写真送ってきなさいってやったらいいんですよ。そうするとね朝子さんのねスパルタ教育が始まるわけですよ。でも、ね、もうやってる？やってる？もうやってる？私がそれをさせられるのが大嫌いなんですよ。あるけど言わされてやることは言わない。だからあのコメントだけなので。あ、そっか。だけどだからなんか自分に合う方法なんですけど、聞きたいって、うん、いつでも聞いてにしてる。あ、なるほどね。1年間質問し放題っていう。あ、なるほど。でもあれですよね、池松先生の本で見るともう刻々とこうメイクで変化されていくクライアントさんの、ね、写真とか。並んでるじゃないですか。そうだからやっぱりクライアントさんの性格に応じた指導はせなあかんのはもちろんですよ。あさこさんみたいに人に言われるのいやーっていう人にはそれやってきなさいって言ったら偉そうになるからね。だけどなんかこう後押ししてあげないとダメな人っていてるのね、やっぱり。だからそれがね、やっぱね、診断なんですよ。もうね、診断の日って基本的に一生に一回ですっていうことを結構そこはシビアに言ってて。あ、なるほどね。多分その方は見てないからいいと思う。あのちょっと皆さんにはね、ちょっとショックを受けてしまう話がになってしまうかもしれないけど、それだけね、帰っていいですって言った人がいるんです。うんうん、あの結局ね、鏡と向き合うことをしなければ、絶対に似合う色は見つけられないし、うんうん、私の心に高いお金を払って来てもらってる以上は、うん、受け取って帰ってもらいたいってやっぱ思うのがすごいあるんですよね。でね、だけど来たのに、ずっと鏡から目をそらしてて、でちょっとそこに、真摯な態度が感じられなかった方が過去に1名だけいて、うん、その時はもうお金いらないから帰ってください、あ、帰って大丈夫ですよって言った、うん、やっぱあのそういうところは、ね、厳しくします。で、何を言いたいかっていうと、そのね、診断の日にそれだけのことを皆さん向き合って、なんていうかな、十分に変化するためだけのショック療法みたいなみんな持ち帰ってるんですよね。で、ただそこまでのことはやったんで、あとはそれを継続したいと思うか、うんうん、時の快感で終わらせてしまうかは、自分で選んでもらえたけど、なるべく、うん、残るような時間の使い方はしたいなというふうに思って、ワンデーセッションはしてますね。うん、意外と苦しいところもある。でもちょっとそれ、ちょっと似てるかもわかりませんね。僕、いや、あさこさんもそんな人、
おるんやな。まあこんなあんまりこんなとこで言ったらまた怖がられたんやけど、僕もその駆け出しの頃は、うん、あったかな、2人か3人、もう授業料いりませんから帰ってください。もうあの私も500人ぐらいマンデーさせ、あのマンツーマンさせてもらって、1人だけいた。だけどその人はね、帰らなかったです。帰らなくて、頑張ってね、向き合ってたけど、でもちょっとね、ちょっと難しかったなっていう思いはあって、多分、だから、まあ、逆にその後ね、あのお値段も上げて、やっぱり申し込み私しにくくしてるんですよ。変な言い方なんですけど。私自身で申し込めてる人たちは本当にあの、狭い獣道をこう通って、どこで申し込めましたねみたいな。この間ホットペッパーになんか載せませんかって来て、あの、石井様のね、ブログを拝見しましたと。大変情熱的で、大変知識も深くて、ただ唯一、申し込み方法があまりにもわかりにくいです。どこに行ったら、ね、あの申し込めるのか、どこで診断を受けれるのか、何をしてもらえるのかがいまいちよくわかんなくしたいです。これ自分で見つけられる人だけでいいんですと言ったわけやね。でも、でもその気持ちわかります。あのあえてそういうこうところにあの、来る方に選ばれているっていうね、そこがねすごくいいと思う。池松先生もあの本気だから、もうあのちょっと知りたいぐらいだったらもう正直他行ってくださいって話なんですよ。だっていくらだっているんだから他の先生。もうねこれね、皆さん見てる皆さんにも思ってもらいたいんだけど、私ごときじゃないんですよ。私様を使うんだからっていうふうに思って生きていかないとダメなんですよ。いいですか。私だったら石井麻子様が診断するんだぜみたいな。受けたいって言いながら説明してるんだけど、これは自分を頑張って盛り立ててるからみんな嫌いにならないでね。そう。見てもらいたいだろっていう人だけをもう来てもらうっていうふうに決めた方がいい。だから皆さんだったら、皆さんが届けたいことがあるんだったら、私を選んできたんだろっていう人にしないと、皆さんの時間も体力も有限です。時間は限られてるのね。だから、誰でもよかったんですっていう人は、じゃあ誰でもいい他の人のところに行ってくださいっていうふうにしてあげないと、本当に伝えたいことがある人は、あの、自分をね、すり減っちゃう。すり減らしちゃうだけだと思う。だからまあもちろん全部断れって言うんじゃないけど、そこは明確に分けた方がいい対応に。って思いますね。いいお話来ましたなぁ。やっぱり。受けます先生だって、そんな。え？誰でも。ね、多分そうなってますよね。いや、そう、あのやっぱり20年でもね、やっぱり駆け出しの頃はメイクを500円あげるから、お茶代あげるから顔貸してっていうとこから入ってるじゃん、やっぱりね。そう、それはあるよ、それはもちろんあるけど、だんだんその自分が努力していったことによって、誰でもいいわっていうふうに今言われたようにね、思われながらメイクするっていうのは本当に心すり減る。そう、うん、そう、それ持って帰それはほんでね、くれてなんぼな、うん、やっぱあの持って帰れとは言えないけど、できれば持って帰ってもらえたら嬉しいなみたいな仕事じゃないですか、割とね、本当に帰ってくれてますよ。さあ、さあ心して待ってます。あって、ね、ちょっと今ここで言おうかなと思ったんだけど、あの私とかね、こうやって今心してとか言ってるんだけど、多分見てるね、皆さんもね、あのプレッシャーってあると思うんですよ、仕事してる時にね。で、私よく言ってるとか思ってることなんだけど、その時にね、自分が確実に皆さんの魅力を引き出さなきゃいけないとか思うと苦しくなるわけです。似合う服を絶対に分からせて帰らなければいけないとか、あるいは感動する時間を作らなければいけないと思うと、もう苦しくてたまらなくなっちゃう。で、そういう時に何でもあのそうしたらいいんじゃないかって、私が思ってることとして、一つは私は心を尽くします。その場に置いてね。うん。自分の持っている力を惜しみなく出す。あとは、相手がいる仕事だったら、相手の力を信じます。で、あと、その場に起こることが、よく私が言ってるのは、起こるべきことが起こるべきタイミングで起こることを私は信じる。これだけに、だから自分は尽くす。できることを最大限やる。で、相手にも力があると信じる。そして、起こるべきことが起こることを信じる。っていうふうにしてあげると、
全部ね、自分がね、小項目となくなるから、ちょっとね、楽になるんじゃないかなって。うん。だからね、サハサさんに対しても、お願いしたのですって言って、うわ、プレッシャー。もう、めちゃめちゃもともと美人だし、何言ったってにやってるし、いらないんじゃないのとかっていう思いを払拭しながら、心を尽くしますというふうに、こうね、自分を整えてお答えさせていただいて。ただ、それはね、皆さんもね、そんな風にね、してもらうとね、プレッシャーがもしかしたら、ね、ちょっといいかもしれないとかね。ちょっと今言いたくなりました。はい。いやあさこさんのこの神が見られるほどのこの表現力、今回これまた動画編集するときダイジェスト版いっぱい出るね、これメッセージね。いや、ちょっと一個質問していいですか。そういうなんか表現の仕方っていうのは何かその持って生まれたもの、何かその劇団してたとかそういうのあったの？一回聞こうと思ってた。え、中学とかさ、高校の時文化部で劇団員やってたとか。やって。いや芝居が、あ、でもいやでもやってない。え、本当そう。例えばお笑いで、ね、なんかコンビ組んでそのなんちゃってコンビやってたとかないの？お笑いやってない。あ、そう。いやこれね。まだお会いしたこともないのに大変失礼では申し上げますけど、大変失礼なことなんだけど、僕動画とか編集してるからさ、いやこのね強弱つけて、この間もテレビ出たいぞーとかってやってたやん。テレビ出たいぞー、あれってその自分の、そうああいうのってこう自分の頭の中でパッと浮かんできてガッとやってしまうわけ。バッて、そうですね、パフォーマンス、なんでしょうね、あ、ただね一つだけこれ誰もまだ言ってない。私ね、及川光弘さんって言います。ミッチー。ミッチーがね、あれ、いつだったかな、中学生の頃かな、結構憧れで、そんな大好きっていうほど追いかけじゃない。彼が、ミッチーが言った言葉がすごい印象的で、未だに大事にしてるのが、なんか、ダンスは眼球みたいな、こう、眼球みたいな、この動きで、このふわっとした体がピッみたいな。で、それをすっごいテレビで、なるほどって思った覚えがあって、なんかね、その上リズム感が常にこう会話の中にあるかもしれないね。あ、いや、今日は初めて、まあね、あさこさんのこと知ってる人はいいけど、知らない人が多分見ていただいてる可能性の方が大きいし、まあ、このアーカイブとか YouTube のそのね、あれなんかでもめちゃくちゃ今どんどん再生回数上がってるからさ、ということは初めて見たあさこさんね。でその表現力見てるだけでそれも虜になると思うんですよ。だからダイジェスト版もこう再生回数がガーッと上がっていくわけよね。これはすごいなと思って。ただね、あれなんですよ、一個問題があって、私診断の時ね、ちゃんとしてるんですよ。もう、あの麻子さんに会えると思って皆さん遠路はるばる海老名島で来てくれて、で会うと私がどうもとか綺麗な格好して、あ、はじめまして、石井あさこですみたいな、どうもとか、あれ思ったより普通みたいな、なんかご勝負っていうかなと思ったら、いやーどうですかここまで来る道のりはとか言うかと思いきや、本当からとか言うだろう。でなんか、すごく面白いこと言うかなって言うと、ではパーソナルから診断のご説明に入らせていただきますと、意外に普通みたいな。だから最近言うようにしています。インスタライブみたいにグダグダしていませんか。あ、確かにね、そう初めて見られる方はインスタライブ1回見られたらいいと思うけど、でもあれはあれですごく面白くって、あ、いつどういうふうに化けるかなっていう、そのね、また演じ出すかなっていうのが結構面白くって、もう自分の顔をこうドアップにしながらでも何とでもできるじゃない。すごいね、やっぱりね、体を張った演劇をしてるんかなって思う時、ね、熱が入るとこうなるのと、あ、なるほどね、読もうとするとついこう、あ、そっかそっか、まあそうだね。まあでもね、これご覧の皆さんね、それね、僕ね、こう笑いながら茶化してるんじゃなくてね、これすごく大事なことと思って、それぐらいの覚悟で熱くメッセージをしてる人にやっぱり届くの、そのメッセージが届いていくっていう感じね、すごく最近思うんですよね。だからやっぱりこうオンラインとか、ね、コロナでこうやって発信する、個人が発信する情報量がものすごく増えてるじゃない、 YouTube にしたって何したってね。そんな中でやっぱりこう自分に、届けたい人に届いていくためには、やっぱりそれなりに自分のやっぱり熱量を持ってやっていく、まあ、恥ずかしいなんか言ってないやんなというね、
ちょっとそんなこと思ったりしてたわけです。うん、すごいいいですね、はい。まさに今おっしゃったその発信ということに関してなんですけど、もうね、皆さん面白くてね、こういう発信がいい、こういう発信はダメっていうのを他人様にじゃなくて自分自身に対して結構持ってるんですよ。ね、見てる方からすると、素であればあるほど面白い。なんかもうみんな皿洗ってる時にライブすりゃいいのって思っちゃう。どうも、お皿洗ってます。ああ、何だったんですか、夕飯つって。言いたくないです。言いたくないですかみたいな。ちょっとすごく簡単だったんで。ね、それから確かにね。うん、確かに確かに確かに。本当にね、皆さんが気づいてないだけで、これを今見てくださってる、皆さんのお一人お一人の素で、これが取れる時代なんです。ちょっと見これ何これこれ何銭です、銭。銭なんで急にそんな感じになっちゃったのかよくわかんないけど、本当にこれからの時代はね、自分自身が素であればあるほど、それが収入になってくるし、っていうね、時代なんです。だから、発信とかでも、私何も話すようなことないですから、とか言ってないで、いいの、どうだっていいような話が、一回ずっと聞いたら面白い。そうだね、僕20年ほどこうメイクアップの仕事をしてるからってさ、ね、土に苔を生やしてるような投稿を毎日してるわけやからね、僕も。そうですよ、苔なんかその絵を見つけた朝子さんが面白いとか言うてくるんやもんね。面白いですよ。だってもう なんで池葉先生苔ばっかりあげてんの。今日の大事なライブ配信の告知なんかインスタで1個もしてくれてないやんと思ってたでしょ。どこにもないと思って。あ、なくなっちゃった。じゃあでもね、ある程度やっぱりですよ、ちょっと自分の中でこう、そうなんですよ、ある程度インスタはこういうにしようとか、フェイスブックはこうしよう、YouTube はこうしようって、ある程度ね、分けてはやってるんだけどね。いや、でも、まあ、やっぱりいいと思う、すごくいいと思います。そこからがね、やっぱり分かってこそのやっぱね、さっき言ったようなサービスだと思ってる。うんうん、皆さん、これまだ買っ、もうみんな全員買ったかな、この、これを買わないと、2020年終わらないよ。あ、違う。そうだね。2021年、これから、飛躍するために読んでって。ね、そうそう。これね、で、これをね、ごめんなさい。私ね、このね、ノータイプ別のね、話、読書会やろうって言ってたのに、それも、本当にね、11月までね、今年、本当に忙しくしちゃった。もう、最後の疲れたしか言わなくなっちゃって、仕事してない時間。ちょっとね、予定を詰めすぎてしまってできなかったので、これはじゃあ年始に。年始に。やりましょう。はい、でも、1月も予定がもう全部埋まっちゃったので、2月にやりましょう。2月に。2月、僕の誕生日にやってください。あれ、でも、それはもう皆さん、池葉先生ね、すごい若くて綺麗な奥さんいるから、その方と誕生日を過ごすでしょ。いきなりプライバシー暴露。ほんまですね。いやいや、で大丈夫ですよ。そうそう、これでも本当にありがとうございます。朝子さんがね、とりあえず先生10冊アマゾンで注文しておきましたからとか言ってね、朝子さんのやることね、大胆でね、すごくね、なんか応援力が本当にすごいっていうのは、そういうことほんまに思いましたよね。なんかいや、もう本当にね、いいと思ったものしか進めないです。で、なんか、うんうん、最近ね、朝子推しのものが多くて、うん、なんだここでもお金使うのかみたいに皆さん思われちゃってたらごめんなさいんだけど、でもね、そんなに本当にいいものってね、ないときはないです。で、私も正直この後ね、私の習ってる教会のね、どことは言わないけど、本が出てるんだけど、それもちろん読んでます、バーってね。で、だけど別に買えって言わないでしょ。ちゃんと読んで、自分で読んで何かが、なんだろうな、何か私の伝えたいことに関連していくような何かが残る本とかね、サービスとかしか私は絶対に伝えないから、そう、だからそれはね、ぜひ信じてもらいたいと思いますね。そうそうそう、本当よかった。これ見えるかな。はい、いただきました。いただきました。このそこを宣伝させていただきますみたいなね。いやいやいや、ほんまにね、嬉しい。 いや、そういうことを言っていただける本当にありがたい。なんかレビューもね、朝子さんのクライアントの方がアマゾンのレビューね、たくさんいい
レビューいただいてたんで、ぜひ皆さん見といてください。ね、うん。はい。なんかそうそうそう。だからあれも変な話ですけど、10冊買うじゃないですか。で、それをね、自分で詰め詰めして、で、郵送するじゃないですか。1円にもならないですよ。変な話。そらそうです。郵送料いるもんね。いや、そう。何やったら本買ってるし、切手代も出して、ね、手間で買うじゃないですか。ところがね、皆さんいいですか、なんであそこじゃ1円にもならないことするのかっていうね、私はただもういい本見つけたっつって、で、抽選で欲しい人っつって、パーってインスタでわーって手が上がるのも嬉しくて、じゃあみんなも読んでもらいたいって送るのもすごい楽しい。で、そこになんかあそこさんサインをしてくださいみたいな、え、私のサインですか、池端先生のサインがいいのに。でもそうか、書ける人はここにいれば私しかいない。そしたらね、そこで私のクライアントさんの書道のね、なお愛知県の先生が、あそこさん字のね、書き方だったら、実は私書道の先生してて教えられるよって。何みたいな。で、動画で石井あさこ書き方を撮って送ってくれて、おかげで私石井あさこって綺麗に今書けるんだって思ってる矢先に、池端先生からメッセージが来て、あさこさん、僕からのサインももう郵送しましたからって早っみたいな。それ、そのライブ終わった次の日に話した瞬間ですよ。で、結局だから皆さんには私の書かせ、ね、書かせていただいたサインと、池端先生のサインがセットで。もうね、なんだろう。こんなプライスレスな楽しみあります？だからなんかね、変な言い方だけど、本題と聞き台以上のもうサプライズの喜びとか楽しみとか体験とかを私はもうさせてもらってるわけなんですよ。なんかね、本当によく私は夫に符号的と言われます。出たー、君の符号的行動みたいな。符号じゃないかな。符号的。うん。ああ、まあ、あれぐらいただで、ね、ただでやっちゃったとか、ちょっと出た符号的。だけど、ね、その符号的な振る舞いに対して、お金じゃなくてね、例えば今日のこのライブ出演とかだって、私からすると本当にありがたくて、また皆さんとこ会えるじゃないですか。今見ていただいてるあなたのことです。あなた。怖い。そういう意味深いこと言わない方が本当にいいんですよ。まあいいんだけど。そう、で、こうやってちゃんと流していただいて、YouTube にも上げていただいてね。やっぱこれはね、私にとってはね、非常に本当にお金払って本当にやらなきゃいけないようなことをね、こうやってさせていただくと思うね。お金が出てってるように見えるんだけど、長い流れで見ると、ジェーンってこういいものが、ありがとうございますみたいな、ちゃんとなってるんですよね。そうそうそう。だなんか、ただね、ちょっとね、一個ね、わかんない、風潮として、お金はね、使えば、まずお金を先に使いなさい。使うと返ってきますっていうのを、ちょっと気をつけた方がいいと思っていて、何で帰ってくるのかよくわかんないけど、とりあえず払うっていうのは、これは絶対ダメ。あのね、その場でね、なんていうかな、その払った時にこれはどんな風に帰ってくるだろうかっていう、お金を払う時ね。ああ、でも私そんなこと思ってなかったんだけど、なんて言ったらいいんだろう。闇雲に払ったらそれはなくなるだけ。例えば私は、今年のもうすぐね、もう一年終わっちゃうけど、お正月に、地元の神社でお賽銭1万円入れたんですよ。ほんでね。その時に、どういう気持ちで1万円入れたかっていうと、1万円入れたら、これできっとお金が返ってくるって誰か言ってたから、まずは1万円入れようっていう気持ちでは入れてないわけです。これ何かっていうと、1万円は研修費です。1万円では大変安いと思いますけれども、これからの1年間が私が成長できるように、神様どうぞ、なるべく痛くない研修をよろしくお願いしますっていう気持ちで、ポンって入れるわけです。もう安いでしょ、1万円で人生の研修が。しかも、なるべく痛くないやつで、これ大事ですね。痛い研修ありますよ。いろんな、なるべく痛くないやつがいいっていうね、リクエストも。そうすると、ちゃんとね、本当にいい感じで、今1年終わって、いや、1万、やっぱ、70万ぐらいの価値があるって思うわけですよ。そういうふうにね、具体的にこういうふうになって帰ってきたらいいなっていうちょっと思いを込めて使うといい。ごめんなさい、もう1時間になっちゃうけど。いや、朝子さんと喋ってたらね、ほんまにね、いや、ためになる話ばっかりだけど、僕自身がね、ほんまね、本当はね、一緒にね、飲みながらね、
話したい内容がいっぱい出てくる。そこ、こうやって突っ込んで、ね、なってくるね。いや本当にあっという間時間で、これ何にも今日は進行の仕方考えてなくってさ、でただ食べてるだけのライブ配信が面白いと言っていただいて意外だなと思いました。最高ですよ、ただ食べてるって。そんなの見る前じゃないですか。友達食べてるからじーって見てないですよね。あの見れないですよね。しかもそれはまた見、あのね、私が大好きなの、ちなみに言っとくと、あのライブ閲覧数1、うん、また見たいし、これ最高にシュールで面白いんですよ。だってただ食べてる人をただ見てる人が一人、何これ何が起こってるのって答えあるもんじゃないですか。時々美味しいですかとか聞かないと気まずくて、美味しいですとか、何この時間っていう、もうその終了感とかもたまらない。そこでお返事とか言わなくていい、ただそのシュール感を味わえ、こういう感じですよ。だからそれができるんですよ、みんなに。大好き、ほんま面白いねこれ。なんでね、だから今日はあの2回目のオファー来た理由分かるでしょ皆さんね。もうね、本当にね、福井色コンサルタントかなんかこう、そういう美容意識的なそういう人でないもんね。まあ、こんねんたら失礼やけど、いや、メイクしてるとか、いや、まあ僕もそうやん、僕も苔触ったりさ、熱帯魚の魚掃除したりしてるおじさんや、熱帯魚おじさんって言われてね。でも、ちゃんと本業はちゃんとこう、メイクしてね、消毒して、こうして、ああしてやってるわけだけどね。あさこさんもね福井のコンサルタントってこう華やかな感じのイメージあるけど、こんなお話を聞いてるとね、だからこそこう逆に親しみが湧くね。このギャップっていうのがすごく大事でね。ね、うまくまとめていただいて、うまくまとめ、いや、どうなることかと思いながらまとめました今。あと、コメントが、ありがとうございます、ご本大変興味深かった、ありがとうございます、しょうこさんですね、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ。でこれね、読んでいただいたらね、あのちょっと本当に感想をね、Amazon にレビューいただくと本当に嬉しいです。僕また2冊目3冊目と書いていきたいなと思ってますんで、ぜひ応援してください、よろしくお願いします。ということで、あさこさん、あっという間なんか1時間過ぎてしまいましたよ。もう今年最後なんで、なんか何がプチ忘年会しようかって言ったけど、今日もやっぱり それはそうと、そのあさこさん、さっきなんかその魂みたいなのがくるくる回ってるの、さっきから気になってるんだけど、見えます？これみんなね、これね、見えてる人はね、あのめっちゃ感じる目がある人です。うん、ああ、やっぱりね、これなんかこう、光でくるくるくる回ってんの？これ、ちょっと気になったの。これ、あのハワイでね、前買ってきたんだけどね。風邪くるんだ。なるほど、なるほど。こんな感じ。ちょっとあの。いや、それ、なんかすごくいい。みんな大丈夫。よかった。あのね、そう、よく陰と陽がこう重なるような、あんな。見えてたんや、さっきから。いいな。あ、嬉しい。あの、心の目で見てください。違うか。心の目で見てた今は。見えた人は見える人です。ね、いや、あの、まあ、2020年を振り返って、まあ、今ね、もういっぱいいろんなお話をしていただいたんですけど、まあ、もう少しだけで、ちょっと今9時回ったけどね、あさこさんにとっての2020年と、それからまあ2021年に向けて何か思いがあれば、あの、うん、せっかくなんでね、メッセージ。そうですね、まあ、これは私の、ね、個人のインスタライブでちょっと以前にお話をしてるんですけれども、本当にこの1年間っていうのはね、私の、ね、人生の、ね、中でね、多分起点となる1年だったと思います。あの本当にね、私という、ね、人間が変わった、変化した1年でした。で、あのまあ、それをね、一言で言うと、あの回答、問題をね、解くの解く、あの解けるのね、解くですね、解くだったな。あの、あ、嘘嘘。何だか何か言ってますけど、まあ、あの要はすごく変化の、ね、年でした。で、やっぱりね、来年に向けて、思うことは、これずっと同じこと思ってて、さっきも言ったのと同じことなんですけど、やっぱり同じことで、あの私に起こるべきことが起こるタイミングで起こって、それを私がきちんと受け取れますようにっていうことだけです。だから、今目の前に起きていることを、とにかく信じることですね。で、あとは、
もうこれは気づいたら当たり前になったんだけど、もう全ての人がいいようになるように人生ってできてるんですよ。で、瞬間的にちょっとこれは自分にとってうって思うようなことでも、それはちゃんといいようになるためのこうスイッチ切り替えみたいなね。でもこういうこと言ってる人たくさんいるから、別に私じゃなくたっていいんだけど、でも私自身がね、本当にそれを腹の底で感じてるし、やっぱ周りの人をね、観察してるとすっごい思います。ね、割とご相談とかもしてもらって、こんな大変なことがありますとかっていう風な話を聞くことは、まあ正直多いですけど、絶対それ良くなるんで、ちょっとね、見ててください。絶対それ悪い結果にならないですから。すんごい良い方向に行きますよ。あなたがあなたを生きるっていうことに絶対繋がっていくんでって言ってて、だいたい1年後ぐらいに、やっぱそう、もう、くってなってますね、くってね。だからね、それをやっぱりね、信じる人に、これ、なっていこうとしてなるもんではなくて、少なくともごめんなさい。ちょっと身内びいきしちゃうんだけど、私のクライアントさんたちは、もう私の診断を受けた時点で、本当にね、変わってる。もう絶対人生が変わってきているから、それをね、ぜひ、グリップして手放さないようにしてもらえたら、すごく私としては、仕事してる妙に尽きるなって思うし、共に行きたいというふうに思っているので、私自身も来年もさらに、自分を生きる、石井麻子を生きるということをね、大事に過ごしていきたいななんていうふうに思っています。ちょっとまとまりがないですけれども。いや、もういつもね、すごい素敵なメッセージでね、麻子さん、でも、こう人にこうお伝えする時のメッセージ、まあ、僕はもううまくこう言う伝えないけど上手に伝えられるんだけど、まあ、多分経験されてきたことだから思いがその溢れるんやと思うね。だから1回目 の配信を見ていただいてない方は多分麻子さんってこんな楽しい人で終わってしまうと思うんだけど、実はいろんな上曲折で、本当に、転勤とかでね、いろいろと寂しい思いもしながらその地域の方々とどう打ち解けていくかとかもね、まあ、いろいろ経験して、まあ、お客様 その思いを感じ取れるようになったという、うん、その経験もやっぱあるわけですよね今まで。正直ね、私のね、経歴をね、ざーって聞くとね、なんか苦労のうち入らないですよ。もっと苦労してる人いっぱいいるけど、うんうん、ただ、うん、一つ、自分の中で、これは結構根が深いなって思っている、なんていうかな、あれがあるとするならば、私は幸せだなというふうに、誰もが思う生き方を目指して生きてきたんですね。うん。で、そのために努力をしてきたし、それを叶えてきたから、いつ見てもある程度幸せなんですよ。周りから見たらね。でもそれが、自分の喜びとか楽しみとか好きとかっていう基準ではなくて、なんていうかな、非常にこういう場で言うのはちょっとあれなんだけど、勇気がいるんだけど、それが社会に求められてる幸せの生き方だからっていう基準で選択をして生きてきてたんですね。うん。だからね、そこにね、私の意思は実はあるようでなかったのかもしれない。だから、大いなる上司のもとの大いなる良き部下として長年生きてきたのかもしれないんですね。うん。で、それを今年、誰の部下でもなく、私自身が私の上司であるということを取り戻すっていうことを今年はチャレンジ、結果としてすることになったの。そしたらね、本当にこれがなんかみんなが楽しいっていう感覚なんだとかね。うん。自分の意思で選ぶってこういうことかとか。もうね、本当に見方が変わりました。私は、経歴上で言うと多分大した苦労は全くない。ま、一応子供のこととかで、まあ、ちょっといろいろあったりしたことはあるけど、そんなのはもっと大変な人もいっぱいいるし、ただ、自分自身で振り返ると、やっぱその、割と小さい時から幸せに生きるということは、こんなことであるという、ある意味教科書ですね。誰かの作った教科書を確実にクリアしてくるような生き方をしてきていて、そこに自分の意思があまり乗ってなかったっていうところが、うん、多分、なんていうかな、痛みの根っこにある。うん。うんうんうん、
ていうところも、でも確かに、でもそれは僕もあって、朝子さんの言うてるお話もね全部痛感してます。僕自身も、まあ、他人軸とか世間軸でずっと生きてきたっていうのがやっぱりあって、何が成功かって言ったらやっぱり誰にも認めてもらえるような、まあ、売上一番とかなんとか、まあ、男の場合はそういうのがものすごいあってですね、でそれで来たけどなんかこうぽっかりと違うんよね、なんかこう充実感が違う、だけど今の方が充実感があるんだよね、自分を生きるっていう感覚があってみたいなね、それがだん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 分かってきたと。でよくそのこういうコロナの時もそうだけど、なんかこう苦労話を得意げにするよね、私はこんな苦労してるからとか、私はこんな痛い思いしてるからって、そういう競争したところで自分が幸せになることないわけよねっていうことを朝子さん思いますよね多分ね。で、まあ、今回まあこの2020年最後の放送ということもあるので、まあ、せっかくね見ていただいてる方がこのやっぱり日本女性を元気にするというのが一つのメッセージなんで、やっぱり自分を生きるということはやっぱり他人軸で生きないし世間軸で生きないし、で不幸せとか苦労をフォーカスしてしまうとそっち側に引きずられる。でうちのカミさんはどうせ幸せにしかなれへんねんから今どうってことないっていう発想なんで、いつも言うどうせ幸せになるんやからっていうか、もう今も幸せやけどみたいな、だからそういう発想で生きていく方が何が起こってもそれが楽しくなるみたいなね、まあ、そういう部分があって、いいんじゃないかということを、まあ、最後にメッセージをしてそれをうなずいていただいてる、その福顔なんとも言えないわ、もう朝子さん福顔いろんな意味で福ですね福やわ、ほんま福顔で、もうその笑顔がね、なんかその面をどっかちょっとオリジナルの覆面作ってください、そこなんか飾っといたらいいじゃん、商売繁盛の覆面一応500円ぐらいで売ります、うん、買います買いますいや本当それぐらいね素敵な、僕もこういう仕事してるからね、やっぱりね人の顔ってすごくね大事なんですよ、もちろんのことだけどね、だからその顔があるだけでもう周りがほっこりするとか、周りが幸せになる、ほら書いてくれてますよね、いつも元気と勇気ありがとうございますってね、ありがとうございます、Kさん。チュー、違う。チュー、自分の心がイエスという選択を続けていくと、他の人からどう見えるかなどは関係ない、満たされる感じはありますよね。そうなんですよ。いや、そう、もうね、究極的にはね、自分のことをよく思わないやつなぞ、視界から消してしまえという話なんです。言っちゃって、でも本当そういうこと、もういらないの、そういう人は。もういる人だけ、もうね、サーサさんの好きだなって思う人だけを人生で並べてコレクションしていくぐらいでいいと思います。うんうんうん、嫌いな人はもうね、変わらないから絶対に。人は変わりません。うんうんうん、変わらない。絶対変わらない。自分が変わったら変わるって言うけど、変わんない人は変わんない。で、そしたらもうね、いいと思う。もう、その人たちの世界で生きててくれたら。うんうんうん、そうだね。いや、本当そのことね。うん、だから本当にそうやと思う。うん、うん、だって感じですね。まとめが素晴らしい。いやー、今日はもう朝子さんのメッセージ性があまりにも強烈すぎて、僕が何を話していいかわからんぐらいだったけどね。まあ本当に、やば素晴らしいメッセージ。まあ強いて言うなれば、僕最後にちょこっと言ったのが、そうそう、他人軸、世間軸ね。でも朝子さんを見てると、そう、本当に自分に正直に生きて、自分がこのお客様に間違ったことを言われたお客様にこう自分がね曲げてまでするっていう性格じゃないやん、でんね、もう結構です結構ですやん。でそういうふうな生き方ができたら、本当にそのお客様とその立場とかもさ、よく全くまた話変わってしまうけど、朝子さん絶対そうやと思うんだけど、ご飯食べに行ったらさ、おいしいご飯出してくれたごちそうさまとか言うね。これを俺客の立場で来てやがったのにっていう、そういう目線で行く人もいてるやん、客の立場で来てんのにとか。もう今そういうのって絶対分かるよね、人のつながりっていうか、人間関係みたいな、もう、ね、見ない、そういう人、そうそうそう、だから視界から外れますよ、もうね、もうだからそういうところに行きたくなくなるよね、行きたくないわ。そうそう、もうちょっともうこれカットしてください、ここね、ちょっとここカットね、はい、これはこの間、なんか江ノ島に行った、いいよね、いいですよね、これね、ダイジェストでカットしてください。江ノ島に行ったら、すごい綺麗な海があって、
ですっごいあの素敵なね、あの方と一緒にお食事ね、してて美味しい。何を食べたかまで言うと店が分かってしまうか言わないんだけど、ものをいただいてて、すっごい幸せですねって言って、ふって横見たら、全員こういう顔で女の人が4人で食べてんですよ。何々さんって何とかだよね。私もそう思ってたとか言って、まずこの青い海と青い空の下でそんな顔してそんなオーラを出しているのと思って、でも一緒に行った方はもうすごい素敵な方で、おいしいねあたちゃんこれすごいおいしいとか言ってるから、おいしいですね。こっち見ないことにしようみたいな。で、そういう人いるやっぱり。だからなんかね、うんうんうん、あのでその人たちが悪いって言ってんじゃないんですよ。ただなんかね、やっぱね、巻き込まれちゃう。なんか、前回はちゃんと見てないけど、多分ね、一人そういう人が巻き込まれちゃうんだよな、とかね、これ言ってなそうそうそう、この場で言うつもりなかったんだけど、ちょっと言っちゃった。いや、まあ、でもそう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 。でも本当にね、あの別に愚痴ることではないんだけど、愚痴を言われてることにうなずくだけで愚痴を同じように共有したっていうふうになるから、気をつけないとね。あのそうすっと離れて、そう思う、僕はそうでもないけどみたいな感じですっとね、あの話題を変えていく方がいいかなと思いますよね。はい、いうことで、なんやかんやと喋ってたらあっという間に、あのあヨッシーも見ていただきます。ヨッシー本当に良い笑顔ですね、ということで、ヨッシーもいい笑顔ですよ、ほんまこんばんはですよ。はい、なるほど、その発想でいいのですね、ということで、はい、その発想でいってください。もう自分軸でいきましょう。はい、2021年特にそういうところがね、非常に、いつの時代もそうかからないけど、やっぱりね、たった一回の人生でございますからね、朝子さんね。そうね、本当もうみんなあれだよあれだよ、ずっとあると思うな人生。あの本当にもう今日今からできる自分のご褒美を一つやる。明日からもね、時間はないようであるんです。だけどないんです。だからもう今このように今生きてられるっていうことを本当に無駄にしない、取り返してください。自分の時間を1分でもいい、1時間でもね、自分のための時間をぜひいっぱい作っていきましょう。すみません。はい、ありがとうございます。もう今日も熱いメッセージをいただきました。まず本当にありがとうございました。しかも今日は延長していただいて1時間20分いいありがとうございます、ね、ご覧いただいた皆様も、まあね、ありがとうございました。すいません、まあね、いやもうこのまま最後まで一緒にいてください。2020年、ね、7月7日から始めまして、この日本女性を元気にする会、これもねコロナの影響もあって何かできることがないかということで、僕もね、あのそれはもちろんそれこそさっきの朝子さんの話じゃないけど、別にこれでお金をもらおうとか仕事に何とかしようとかじゃなくって、なんかこうせっかくこうオンラインでできる機会があれば、そういう知り合いを元気にしてもらえるような、あの知り合いに、ね、出てもらってやってたわけですけどもね、なんという間に320-330人の、これも秘密のグループですからね、 あの全国の知り合いの方がですね、この日本女性の会に、これはシークレットグループに参加していただきました。で、まあ、僕もね、あまりこうなんていうかな、毎週金曜日さなあかんとこう義務感になるところまで嫌なたちなんで、束縛されるの嫌なんですよ。とにかく自由にしたい。だからそういう部分でちょっとあの勝手に言いますけども、こんな風に参加していただけるゲストの方がね、あの出ましたら、また来年もいついつしますよって、そういう時は皆さんね、ぜひ来てください。そしてこんな風にして朝子さんのような笑顔で皆さん、あのいいねくれたり、たまに私 出てもいいよっていう人はね、こう出てもらったらいいんですけど、なかなかね恥ずかしいよね、これね、いきなしね、すぐ出るっていうね、うん、でもまあ、 あの来年はそういう形で皆さんも参加してもらえたらと思います。はい、朝子さん今日はすいません、ありがとうございました。もう最後の最後の、本当にあのいい今年1年の締めくくりになりました、ね、池端先生ありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ハートマークいただきまして、皆さんありがとうございました。本当に、はい、ぜひぜひ、2020年ね、あのあともう少しありますけども、年末年始ね、はい、素敵にお過ごしください。年末素敵なライブありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当にね、はい、私もヒビソルグループ参加されてきました。はい、ありがとうございます。この間入っていただきましてね、これからもよろしくお願いします。ということで、2021年もまた、配信するときが決まりましたらすぐに、告知させていただきますので、皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。朝子さん今日はありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。良いお年を。ちょっと早いけど、はい、ありがとうございます。よし、ありがとうございました。